My name is Misa. Nice to meet you. Today's special guest. Hello, my name is Ari. Nice to meet you. はい。次は、いつもポジティブでいられる秘訣は何ですか？ポジティブだと思ってくれてるんだね。すごい明るいですね、美里さん。本当？はい。嬉しい。ちょっと今。ドキッとしちゃいました。アイリーにドキッとしてこういうところがすごい明るいなって思います。本当？そうね、なんかポジティブかって言ったら、ポジティブな時とやっぱり落ち込む時は落ち込むから、なんかずっとポジティブなわけではないんですけど、でもポジティブでいられるようにはしてます。なんか例えばちょっと嫌なことがあったりとか、ちょっとなんか怒りたくなったりとかしたら甘いもの食べるとか大事です。なんか甘いもの食べて、なんか例えばコンビニ行って、ファミリーマートとかセブンイレブンとか行って、よしこの君に決めたみたいな甘いもの買って、これ食べたらもう元気出るよとか、これ食べたら笑顔になるとか決めて食べる。自分の機嫌を取る。そう自分で魔法かけるみたいな感じですね。すごい、いい考え方。参考にします。はい、ぜひぜひ。あとは、子供向けテレビ番組に取り組んだ時のことについて知りたいです。質問が来てます。子供向け、すごい、なんかそんな知ってくれてるのかな、ね、嬉しいです。NHK の子供番組に出てて、多分みんなも NHK 知ってくれてると思うけど、NHK のジャパニーズのなんか E テレっていうチャイルド、なんか4チャイルドみたいなムービーに出てて、その時はコメディ、なんかダジャレをなんか有名な男の人と、俳優さん、あとかフェマスアクターとダジャレをして、でなんか子供が考えたダジャレを番組に送られてきて、そこで私たちがダジャレをするみたいな披露し合う。なんかそう、子供からしたらテレビを見てて、あ、僕の考えたダジャレだとかが出てくるムービーに出てます。すごい、知らなかった。本当？詳しい、すごく詳しい。ありがとうございます。お箸持ってこないと。あ、いや、お箸持ってきます。ありがとうございます。スープを入れます。あ、おいしそう。ありがとうございます。一回で今入り、私でね。アクシデント。まあでもまだ使ってないもん。3秒ルールで。いや、綺麗な箸持ってくる。そうなの、いい。いやお待ちください。じゃじゃーん。すごい、匂いが、おいしい、香りがすごい、匂いがおいしい。おー、トマトスメル。いただきます。いただきます。日本の方1人と海外の方1人ってお願いします。日本の方は、ナオミ渡辺が好きです。She is so positive. I wanna be positive. 渡辺直美さん、
YouTube とかもやられてますよね、うん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 、食べるやつは私すごい好き、うんうん、ねえねえねもうそうファン海外の方いらっしゃいますか。海外の人は I like Pirates of Caribbean。 おー、正解です。ジョニー・デップ。いろいろ映画とかに、ジョニー・デップさんの、まあ、プライベートとかはまあよくわからないけど、お芝居がすごく好きです。なんかいろんな役ができるから、なんか怖い役もできるし、おかしな役もできるし、普通の役もできるしっていうところが憧れって感じですか。なんかそう、お芝居がすごいな。いいです、あとは英語はどうやって勉強してますか。上達してますよねって。本当ですか。もう全然上達してなくて、でもなんかみんながこうやって YouTube 見てくれるから、ちょっと頑張って英語を話そうと思ってるけど、まあ、ノーグッド。そうですか、なんかあんまり上手じゃないけど頑張ります。いや、私、美里さんの YouTube 好きでよく見てます。本当YouTube 見てます。本当ありがとうございます。ね、テレビに映してくれてるってことよね、アイリテレビに映して大きい画面で見てます。ありがとうございます。Thank you so much。 最近はビッグライオンヘッド見ました。あれか神社のスライム、すごい。本当ではこれが最後なんですけど、将来海外に住みたいですか。あ、住みたいです。本当になんか海外に住んで、そうね、なんかいろんな景色を見たいなって思うし、でもやっぱり日本にも帰ってきたくて、その理由がなんかおばあちゃんが大切にしてて、なんか今おじいちゃん2人ともいないから、おばあちゃん2人いて、おじいちゃんの分も大切にしたいなって思ってるから、やっぱ日本にいる方が会いに行きやすいし、まあ、海外でも近かったら会えるのかなとか思うけど、あんまり遠くに行っちゃったら会えないのかなって思って、そう、ちょっと日本に帰りたかったりとかはします。佐藤さんすごい家族愛のイメージが本当強いです。ね、すぐおばあちゃんち行っちゃうんですけど。人力車頑張れるって言っても結構おばあちゃんとかあったりしますか。そうだね、なんかおばあちゃんを乗せたいとかで、この間おばあちゃん乗せたけど、もうちょっと体調的に元気がなかったりとかして、なんか一人のおばあちゃんは元気で、もう一人のおばあちゃんはちょっと体調良くなかったりするから、二人とももう一回乗せたいなとは思ってます。ありがとうございます。全部ですごいたくさん質問をいただいてたんですよ、ね、すごい。こんなに書いてくれてありがとうございます。どうじゃ全部答えていただきました。ございました。ありがとうございます。遅くなりました。あのインタビューね、いっぱいなんか質問動画答えたかったんだけど、ちょっと遅くなっちゃって、まあ、アイリーのおかげでできました。ありがとうございます。すごい、みんなじゃあリサさん詳しくなりましたね。なったかな。また質問あったら、アイリが答えてくれるので教えてください。またたくさん書きますね。ありがとう、ありがとうありがとうございました。 Thank you so much。 Thank you so much。 So see you next time。 Bye bye。 Bye bye。